シボーニーはアメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の8番艦。艦名は、米西戦争でアメリカ軍の上陸が行われたキューバのシボネーにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。艦は、フロスティベイとして、ワシントン州タコマのトットパシフィック造船所で1944年4月1日に寄港する。 1944年4月26日にシボニーに改名され、1944年11月9日にチャールズ・ウェーフ・グレバープ人によって浸水し、1945年5月14日にスタノップ・コットン・リング艦長の指揮下収益する。シボニーはシアトルで5月23日に偽装完了し、5月31日にアラメダ経由でサンディエゴに向かう。 同水域で8月3日まで成長訓練を行い、その後弾薬、航空機と第36航空弾の兵員を搭載し8月8日に新珠湾に向けて出港した。死亡2位が到着する前の8月15日に太平洋戦争は終了した。9月初めまでハワイ水域に泊まり、その後マーシャル諸島、カロリン島、フィリピン経由で沖縄に向かう。 10月5日に本州へ向けて中ぐす湾を出港する。その途中、10月2日に行方不明となったウィリアム D サンプル少将と彼の登場した紹介機の捜索任務に従事する。死亡人は8日から11日まで本州を訪れ、その後再びサンプル少将の探索任務に従事したが発見することはできなかった。 死亡ニーは1945年10月24日から11月16日まで東京湾に泊まり、その後帰国を命じられる。サイパン、マニラ、香港、グアム、真珠湾を訪れ、1946年1月23日にサンディエゴに帰還する。死亡ニーは再び西太平洋に2月15日から5月7日まで展開した。 死亡2位は1947年6月9日にサンディエゴを出港、新しい母港のバージニア州ノーフォークへパナマ運河地帯経由で向かう。6月26日に到着し、ノーフォークとグアンタナモアンの間で11月まで作戦活動20時、その後不活性化される。1948年3月に再び現役となり、5月にトルコの家イ,イシルキョイに、 旧式のアメリカ軍用機を運搬した。1ヶ月後にノーフォークに帰還し、東への航海の後ボストン海軍造船所で1948年10月に3ヶ月のオーバーホールに入る。1949年1月にボストンを出港、グアンタナモアンに回復訓練に向かう。シボニーは大西洋艦隊と共に百四十九年十二月六日まで訓練を行い、 その後フィラデルフィアの予備役艦隊入りする。1950年6月の朝鮮戦争の発生は多くの軍用艦艇の需要をもたらした。死亡ーは1950年11月22日に最終駅し、1951年2月2日に出港、ノーフォークを母校と指定される。2月27日から4月10日まで、 グアンタナモ湾水域で広範囲な訓練演習を行った。7月にはカナダ水域で作戦活動を行い、9月から11月14日までナトー軍と地中海で演習を行う。1952年1月には評価試験及びコルセア戦闘機の認証試験を行う。さらに海兵隊のヘリコプターを使用した垂直上陸の試験を行った。 その後のフォーク海軍造船所で近代化を行い、1953年1月20日に艦隊に再合流する。カリブ海での訓練後、大西洋で対潜水艦攻撃部隊と8月まで活動する。1953年9月16日から12月1日まで、シボニーは第6艦隊と共に展開した。1954年及び1955年は、 ニューイングランドからカリブ海へと東海岸沿いの艦隊訓練に費やされる。夏には海軍兵が構成を上官させ、スペインへの巡航を行った。1954年9月28日から1955年1月22日までフィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールを行い、その後東海岸沿いに10月4日まで活動した後、 できるだけ多くの物資を搭載して、メキシコへ向かうことを命じられる。10月19日まで、シボニーは、ハリケーンとその後の洪水で被害を受けた、タンピコの住人に対して、ヘリコプターで援助を行った。1956年は、シボニーの現役活動最後の年となった。1月から5月まで、東海岸沿いに活動し、5月26日から7月6日まで、 第六艦隊と共に最後の航海を行う。7月27日にフィラデルフィアへ到着し、その4日後に退役した西洋予備役艦隊で保管される。死亡2位は1970年6月1日に除籍され、翌年ニューヨークのユニオンミネラルズアロイー社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。